このラジオでは今から最も普遍的で最も皆様にとって刺さる最も皆様にとって役に立つことをお話したいと思います。今最も何回言いました？最も3回言いました。3回もすごい、はい、で最もまあ皆様にとってその共通する私たちにとっても皆様にとっての必要なもの、それ何かって言ったら凡人についての考察だと思うんですね。凡人についての考察、はい。私はもちろんその凡人ですし、 K さんどうですか？自分のこと非凡ですか、それとも凡人ですか？まあ、凡人の息は出てないような気がします。で視聴者の皆様も、まあ、偏見を言いますと多分変わり者の方が多いとは思うんですが、まあ、もといい、まあ、その目の付けどころがちょっとそのシャープな方が、まあ、多いと思うんですが、でもまあその、はい、バカか天才かで言ったら、まあ、そのどちらでもない凡人の方が、まあ、9割ぐらいであろうと。ということはですね、私にとっても、はい、K さんにとっても視聴者の皆様にとっても必要なことは凡人について考えること、凡人についてのラジオが必要じゃないか、うん、にもかかわらずですね、はいはい、どうも皆さん凡人じゃない人について考えがちだと。非凡な天才な奇人ばっかり皆さん動画で見てませんか？そんなんいけないですよ。凡人について考えるべきです。みんな痛い。凡人だもの。凡人だもの、確かに間密を的な感じで。というわけでですね、今回はゆる文学ラジオフィーチャリング凡人ですね、うん、凡人について考える凡人の凡人による凡人のためのラジオを始めていきたいと思います。人民が凡人に置き換わった。というわけでですね、はい、今回のテーマは凡人です。では始めていきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。よし、というわけでゆる学徒ハウスアネックス、話してはゆる文学徒の平山です。お願いいたします。お願いします、ゆる料理学徒の K です。よろしくお願いいたします。お願いします。というわけで、まあ、凡人について連呼したわけですけれども、うん、 はい、でそもそもですね、ちょっと考えたいのは、はい、凡人の定義って何かって話なんですけど、うん、K さん、凡人って、まあ、国語辞書的に定義するならどうなると思いますか？国語辞書的に、凡人の定義、なんか分からなすぎて今私の中で駆け巡ってるのは、はい、なんか昔あれは何に分類されるのかな、雑誌で平凡っていう雑誌があったな。平凡、なんか平凡パンチとか平凡とかありますかね、そういうのがあったなぐらいしか思い出せなくて、凡人って逆になんだってなってますよ。意外と凡人って聞かれて、うん、まあ、なんとなくのイメージはあっても凡人の定義ってしづらいと思うんですね、うん、そうですね、はい、でまあ広辞苑を引いてみたらですね、凡人何かっていうと、はいはいはい、凡人は、まあ、特に優れたことのない人って載ってます。ああ、だから天才でもバカでもない、特に優れたことのない人、まあ秀でてないってことですね。でただですね、この定義って若干不完全な気がして、うんうん、まあ、もしその優れたところがないっていうだけだった場合、うん、その単なる愚かな人との、まあ、差がちょっとつきにくい気がしませんか？うん、そうですよね。愚かな人も特に優れたことの、まあ、ないって言えると思いますし、うん、じゃあ凡人とその、まあ、愚かな人、愚人、愚者との違いがよくわからない、うんうん、そうですね。そしてもう一つはですね、そのめちゃくちゃ平均値アベレージよりも才能がおそらくあるであろう人も、まあ、自分のことは凡人っていうことが、まあ、たまにあるじゃないですか。そうですね、はい、例えばその本田圭佑が自分は凡人だって言うわけですよ。いや、そんなはずないじゃないですか。ないわ。本田圭佑は凡人じゃないです。凡人じゃない。まあ、ただですね、もちろん言いたいことも分かって、はい、その日本トップレベルのサッカープレーヤーであっても、まあ、世界その水準に行くと、うん、まあ、なかなか苦労してしまう、だから自分はまるで凡人のようだっていう比喩として、まあ、凡人を使っているという意味はまあまあまあ理解できなくはないですが、いや凡人じゃないだろうと、まあ、声を大にして言いたい。そうですね。というわけで、つまりその凡人っていう定義がちょっとさ、うん、怪しいところがあるんじゃないかということです。才能の多い少ないだけでは凡人って決められないんじゃないか、そんなことが言えるわけなんですね。じゃあちょっと考え方の角度を変えて、まあ、とあるその文学者、フランス文学者で、蓮見茂彦という人がいます。でこの人はその東大の学長とかも務めたので、まあ、めちゃくちゃ権威のある人なんですけども、まあ、この人 の, その研究テーマの一つが凡人なんですね。実は天才が凡人を研究してみたいな話なんですが、そうなんだ。で研究テーマになるんだ。そうでは凡人の定義ですけども、まあ、これちょっと意訳になるんですけども、はい、蓮見茂彦はどんなことを言ったかって言ったら、凡人とは、とは凡人であることを嫌がる人のことを指すって言ってるんですよ。これ結構芯食ってると思いませんか？やっぱり凡人であるほど凡人であることを否定したがるんですね。でも SNS 見たらもういっぱいいるじゃないですか。凡人じゃないぜ自分はってアピールする凡人で溢れてるわけですよ。
それ俺知ってんぜっていうね、まあ、マウント取ってきたりなどでかなりいろいろありますけど、別にそんなあの言わんでいいじゃないですか。本来別に自分が凡人であること自体は当然罪ではないわけですよ。罪ではないです。別にそんなあの秀でていなくても全く問題ないですが、その凡人じゃないってことをアピールしたいがばっかりに社会に物申してみたりだとか、まあそういうその愚にもつかない話を書いてみたりだとか、別にそれは罪ではないですが、あまりにもそういう凡人であることを抜け出しがち、なんか抜け出したがる凡人が多すぎる。凡人じゃないという否定すること自体が凡庸になってしまっているということが言えるわけなんですね。もう自分の行動によって凡人であることを晒してしまっていると。そうなんですよ。だからその順序は逆で、本来その凡人って聞いたら、まあ、凡人だからこう才能がないことに絶望したり、まあ、だからこそ努力をしようって頑張る、まあ、それが凡人だと思われがちですが、それ実は逆で、才能がないとその落胆したり、才能がないと落胆したから努力するっていう人のことを凡人と定義できるわけなんですね。あーはーはー。だからあの要するにその皆さん凡人から抜き出そうとすることによって凡人という罠にはまっているからだから凡人じゃないようにするためには自分は凡人であることを演じ続けなければいけないってわけなんですね。ということが理論的に言えるわけなんです。まあ理論的には分かるんですけど、だいぶ今こんがらがりましただからすごくその自己言及的なんで、そうですね、はいはい、テーマがまあだからややこしいんですけども、うんうん、やっぱりその凡人だからその凡人じゃなくなりたいっていうその思考が実はその凡庸だからこそ、うん、まあそれを意識するかしないかによってやっぱり変わってくると思うので、うんうん、だからこそあの私は凡人です、凡人と言い張ることによって凡人じゃなくなるというわけですね。ですので皆様も凡人だと言い張ることによってぜひ凡人じゃなくなってくださいってことが言えるわけです、なるほどちょっと飲み込みました今、はい、じゃあですね、まあ、凡人凡人言うとりますけどって感じで漫才的に入りますけども、はい、でじゃあ蓮見茂彦はどんな著作を書いたのか、凡人についての考察をちょっと見ていきたいと思います。で、まあ、そのままズバリ凡庸な芸術家の肖像っていう作品を書いておりますでこれ結構面白くてですね、うんうん、そのテーマがその19世紀最大の、まあ、フランス小説家の一人フローベールっていう、うん、ギュスタブ・フローベールっていう、まあ、超有名な人、まあ、もちろん読んだことがある人は意外と少ないかもしれないんですけども、うんうん、まあ、ドストエフスキーとか、まあ、そのみんな聞いたことあるであろうっていう人と同じレベルの大天才、まあ、100年後、まあ、文学というシステムが残ってたら間違いなく100年後も語り継がれてるであろう、まあ、そのレベルの大天才の友人、うんうん、の話です。の友人、そう、そしてその友人は凡人です。あー、なるほどだからそのあれですね、結構その昔の人を再評価するっていうのは研究として結構あると思うんですね、うんうんうん、まあ、昔の人はこう、こう歴史に埋もれてしまってるけれども、うんうんうん、こんなところが実は優れてたんだ、まあ、あるいはその昔の時代では合わなかったけれども、うん、まあ、現代では再評価される、まあ、そういったことはあると思うんですけど、うん、ありますね。この蓮見茂彦は何をやったかって言ったら、まあ、ギュスタブ・フローベールという天才の友人、うん、はい、フローベールの友人っていう文脈以外ではもう皆さんが忘れている、そんな凡人を掘り返してきてこいつは凡人だっていうんです。死体蹴り感がありますけど、ね、本当死体蹴りだよそれは。結構苦しい感じですけど、うん、そうですね、ただやっぱ面白いのは、はい、そのこのギュスタブ・フローベールの友人の名前はマクシム・デュカンっていう、だから凡人すぎてもう日本語のウィキペディアもないんですね。マキシムデュカン、はい、であのフローベールはウィキペディアありますけども、デュカンはそのむしろその日本だけじゃなくてフランスでもあの忘れ去られてるっていう感じでいうあの人を掘り返してこいつは凡人だって言って、うん、でも待ってくれ、俺たちもデュカンと一緒じゃないか、デュカンが語られなくなったのはデュカンが当たり前になりすぎて、俺たちはみんなマクシム・デュカンのような凡人になってしまってるんじゃないかっていうことを定義してくるんですね。なるほど。だから人ごとじゃないわけなんですよ、うん、すごい掘り返してきてそのあのこいつのような凡人じゃないかってことを言う。そうですね、100年後自分が残ってるかというとちょっとね、うん、難しいですね。100年後やっぱり皆さん消えてると思うので、ね、そうですね、まあ、消えたくないところですが消えてしまうのが消えたくない、消えたくない、そうですねだからそういうマクシム・デュカンっていうその凡人についての話を書いていたと、はい、でじゃあさ実際にどんな感じで凡人っていうのは凡人であることを否定してたがるっていう話をしましたが、うん、じゃあどんなことをしたのか、デュカンっていうのはじゃあ果たして愚かな人だったんだろうかっていうことが、まあ、気になるところだと思います、うん、そうですね。でも実はマクシム・デュカンって愚かじゃないんです。むしろ結構聡明なんですね、うん、結構賢くて、でですね結構時代的に新しいこともしてる、まあ、当時19世紀の、半ば
まあ、あの人なんですけれども、はいはい、まあ、この時にそのちょうど科学の発達、産業革命とか、まあ、はい、ありましたね、まあ、あるいはフランス革命の後で、うんうんうん、であの結構科学が発展していたから、まあ、詩の中でそんな昔のギリシャ古典とか言ってる場合ちゃうぞお前らと、ほうほう、科学のことを伝えろ、蒸気機関車の素晴らしさを詩の中で伝えんと、現代のことを伝えんと良くないぜって感じで、現代の歌っていうそのまま詩を残してるんですね。あ、現代の歌という、まあ、詩以下のための詩ですね。で、まあ、そんな感じで結構その目の付けどころ自体は、まあ、なかなか悪くないだろうと、うんうん、あるいはそのパリの都市文化論っていうのを書いてます。お、まあ、だからそのパリがどのように栄えたか、あるいはまあどのようにこう衰えた部分もあったけれども、うん、まあ、こんな感じで再興しましたよ、その再発達しましたよってことを書いている。この目の付けどころ自体は悪くない。悪くないですね。ただですね、なぜ伝わらなかったのか現代にって言ったら、もう理由は一つです。表現が稚拙だからです。あれ？だから結構目の付けどころは全然悪くないんですが、シンプルに文章が あまり上手くない。もちろんあの知識はあるんです。うん、聡明なんです。うん、だからあの難しい語彙も知ってますし、うん、何か書こうとしてるんですが、天才にはやはり及ばないであろう。だから今読んだところで全然こうあまりためになることは、まあ、あまりないであろうと言わざるを得ない。でこれってすごい皆さんもそうですけども凡人に当てはまると思うんですよ。凡人っていうのは結構その、まあ、そこそこ賢くてそこそこ愚かなわけです。だからたまにこう本質をつくことができるわけなんですよ、うん、たまにこう建設的な意見を言えるわけなんですよ。言えます。ただ時代が経ったらどうかって言ったら、その建設的な意見も時代はあの過ぎたら古びてしまう、うん、そして忘れ去られてしまうであろう、うん、まあ、そんな感じでこう凡人だからこそちょっと賢くても結局は時代から消え去ってしまうみたいなことがマクシム・デュカン言えるわけです。なんかものすっごい刺さりまくってます今、凡人7自慢って、はい、で本当に、あともう一個その面白い話があって、はいはい、そのマクシム・デュカンって実はその旅先で写真を撮った世界で初めての人と、まあ、推定されてるんです、で写真が開発されたのは、まあ、19世紀半ばで、うんうん、それにやっぱりこうマクシム・デュカンって賢くて、まあ、あのすごい社会のことが見えているので、うん、だからまあ写真を使って、うん、あの当時このさっき言った大天才のフロベールとこう、まあ、旅行兼海外視察みたいなところに行くんですね。それで結構エジプト行った時にスフィンクスの上にこうフロベル乗せて写真撮ってみたいな感じのが、まあ今も残ってて、残ってますよね。でだからその旅先でこうあの写真を撮ったあの、まあ、世界でほとんど初めての例とされてて、あ、そんな感じで、まあだからもうこれもでも当時としては超新しくて超画期的なことですが、今となっては超凡庸だというわけですよね。新しいことをしてもすぐに古びてしまう、それが凡人の限界という。切ない悲しいですね。で、はい、そのマクシム・デュカンしかもあの実は当時としてはそこそこの評価だったんです。おうおうおう。でだからそのフランスのこうアカデミーの会員みたいな感じでこう、うん、才能がないと選ばれないとされているところに、うん、まあ、こう入るみたいな名誉も実はあるんですが、まあ、ここが凡庸ポイントなんですけども、お、若い時はその学会をめちゃ否定してたんですね。こんな古臭いところに入ったところでお前らがむしろ文学をそのダメにしてるんだバカ野郎って言ってたのに、年取って成熟したらそこに入ってしまう、この凡庸さですね。だからある意味、まあ、そのすごい尖ったままで、うん、あの才能が認められずに死んでいく、これはこれで一個の、まあ、愚かではあるけれども、うん、印象深い生き方なわけです。そうですね。で最初からこう学問の道をひた走ってこうエリートコースとして、まあ、アカデミーに入る、うん、まあ、これもあのエリートとしていいあり方でしょう、うん、若いうちに批判しまくってでも角が取れてしまって老人になったらこうあの学会に入る、もうこの凡人さの極みみたいな。めっちゃ悪く言うやん。いやでもあれですよ、そのある意味鏡に向かって喋ってるような。そうですね。デュカンは我々であり、私はデュカンなわけですから、自分のこと悪く言っても誰も何も言わないわけです。だからマクシム・デュカンは私なので、私はその自分を否定してるわけですね。うわ、刺さる刺さる。今はすごい自分にダメージ。いろんな広範囲に刺し抜いてる感じがあります。後輩に刺しつつ自分も刺さるというね、あのモロハの剣ですね。平等ですね。で、まあ、そんな感じでマクシム・デュカンの悪口を言ってみたり、そして自分で刺さってみたり、うん、まあ、そんなことをしたわけなんですが、はい、じゃあフローベール、さっき言った19世紀フランスの、うんうん、あの天才フランスの文学者、うん、この人がどんな小説を書いてたかという話に移りたいと思います。でどんな小説書いてたかといったら、なんと凡人を主題にした小説を書いてたんですよ。ほう、
つまり、一般の市民の人々の中でも、そこそこ賢くて、そこそこ愚かな人の、話を書いてたわけです。これって実は一個の発明で、まあ、フローベール以前というか、その19世紀のフランス、うん、フランスといった19世紀以前って、うん、超賢い、賢いというか、英雄的なヒーローか、うんうんうんまあ、アンチヒーローか、うん、もしくは喜劇の世界、コメディの世界では愚かな人が書かれてた。うん、どっちつかずの平民というか、平凡な人って意外と書かれてこなかったんですよね。うんうん、そうですね。なんか、まあ、普通に漫画とか読んでても結構ヒーローとかが多かったりってイメージもありますし、うん、その目立たない人、凡人にスポットライト当てるっていうのは、まあ、今でもそんなされないことですかね。そうですね。それなぜかって言ったらシンプルに難しいからなんです。うん、やっぱり特別な血統があったりだとか、特別な能力があったりだとか、うんうん、あるいは逆に不幸すぎたりしたら物語として書きやすいじゃないですか。そうですね。書きやすいですね。ですね。だから普通に凡人の話を書こうとしても、まあ難しかった。うん、まあもちろんその例外はあるもので、その凡人を書いた、おそらくほとんど最初の例はシェイクスピアなんです。シェイクスピアは喜劇という愚かな人を使いながらも、うん、その愚かな人にこう高度なセリフを言わせてみたり、あるいはこう落差ですよね、めちゃくちゃこうなんやろ、そのスケベジジイの名前なんだかちょっとど忘れしましたけども、スケベジジイ その老人のヘンリー妖精に出てくる老人がいるんですけども、まあ、これはおそらく普通の喜劇の世界ではもうスケベジジイのままこうなんか誇張されたまま終わってたやつがすごいなんかこうウィットに富んだことを言うわけなんですね。あ、なるほど。だからもうスケベジジイでこう戦場から逃げ回るようなやつやけれども、うん、ちょっと時々ウィットに富んだことを言うことによって、うん、ちょっとそのギャップというか落差ですね、それが生まれることによって人気のキャラクターになっていったりだとか、ある種人間的ですよね。そうですね、やっぱり二面性みたいなのをやっぱりシェイクスピアはその書いていて、まあ、それがそのすごく評価されている一因ではあるわけですけども、はい、まあ、そういったその愚かな人でもなく天才あるいは英雄的な人でもない真ん中の層を書くっていうのが難しかった。ただそれを完成させたのがまあフローベールだったわけなんですね。というわけでその凡人なんですが、はいはい、ではそのどんな話かというと、一番有名なのがボバリー夫人っていう話なんですが、ボバリー夫人、自信がないですでボバリー夫人は、まあ、これその一言で言ったら、まあ、凡人の定義を改めて見直すと、凡人であることを否定したがる、認めない人でした。で、ね、まさしくボバリー夫人というのはこういった人として描かれているわけです、だからすごい自分が物語の世界に憧れるんですね。小説読んでこう物語みたい なんか恋をしたいなとか、そういう上流世界に行ってみたいなって思っている中流の人です。だから、うん、そこそこ生活には不自由してないんですが、うん、まあ、そんなロマンチックなことは起こらない、退屈、平凡、つまらないってなって、ね、はい、それでそのじゃあどうなるかって言ったら、周りを無理やりこうロマンチックな人たちとしてこう見ようとして失敗していくんですね、うん、で自分に、まあ、夫がいるんですけども、うん、夫めっちゃ善良でめっちゃいい人なんですけども、うん、このボバリー夫人、エマ・ボバリーから見たら、まあ、つまらない退屈な人となるので、うん、まあ、不倫をするわけなんですね。あらまー。で不倫をしてそのなんですけども、うん、その不倫する相手も例えばその文学が好きな、まあ、その上流階級の人であったり、うん、あるいはこれすごくその示唆的なんですけれども、はい、その薬剤師ですごくインテリぶってるんですね。でこれもある意味こう凡人の一人なわけなんですよ。あ、不倫相手ですね。そうです、不倫相手のその一人であったり、うん、まあ、その出てくるその人が結構その、うん、なんていうんですか、弦楽的というかすごい、うん、ひけらかすひけらかすタイプの人で、うん、まあ、そのまんまとこうエマ・ボバリーが釣られてしまうみたいな、みたいな感じでありますよね。そういうなんかこう知性を感じる人を好きになるみたいな、なんかね、言葉があった気がするんですけどね、もう言葉覚えてないです何だったかな、まああるんですよね、なんかそういう人を、うん、に惹かれるみたいな傾向とかある人もいるみたいですね。なるほど、うんうん、じゃあそういう感じでその凡人ですね。だからある意味その自分が凡人じゃなくなりたいって思う、うん、そういった凡庸さに、まあ、フォーカスを当てたのがエマ・ボバリーで、はい、最後どうなるかって言ったら、まあ、せめて死ぬぐらいはロマンチックに死にたいってなって、だからまあある意味こう極端ですけれども極端だ、自殺をしようとするんですね、まあ、はいはいはい、だからすごい自分がこうロマンチックにこう気分を高めてこう、うん、毒で服毒で自殺しようとするんですが、はい、まあ、最後に聞こえてきたのがこう盲人の飯いたこう不老者のなんか、はい、卑猥な歌だったみたいな、すごくひどいオチになってるわけなんですね。最後の最後まで結局こう凡人というかロマンチックからは程遠い生き方しかできなかった。
まあなんかね、あの恋に恋する乙女なんて表現もありますけど、その夢にを夢見てで結局そういう終わり方になってしまうっていう、そうなんです、ね、切ないような悲しい、かなり切ない、そしてその家庭もどんどん崩壊していって、うわ、その夫も不幸になって、まあその妻の今ボバリーの後を追うように死んでしまったり、まあ娘も あまりこう幸福な終わり方にはならない、うん、まあ、そういう読んだら結構うつうつとする、でもまあ一部の不倫とかが大好きな層にとってはあ面白いってなるような、意地の悪い見方をしたらそうなってしまう、そうなんですね、はいはい、でここでその凡人について改めてそのまとめると、うん、これが画期的なのは何かと言ったら、はい、まず凡人をテーマにしたお話を書こうとしたら意外と恋愛って結構いいテーマなんですね。おうおうおう、英雄であってもそうじゃなくても同じく恋愛ができる、うん、でしかもこうメロドラマとか言って、はい、フランスの19世紀の大衆の演劇で結構発達したんですけども、まあ、それこそ今言った不倫劇であったりとか、まあ、それこそこう何でしょう、その義理の息子みたいな感じの話だったりとか、そういうのって、はい、なんていうんですか、こう過激にすればするほど大衆は盛り上がりますし、凡人であってもそういった極限状態に追い込まれたんならば、まあそこそこ面白い話として仕上がるわけなんですね。そうですね、はい、で今そのボバリ夫人というのはその恋愛劇のテクニックに加えて凡人というキャラクターを取り入れた、その合わせ技ですよね。そうですね、凡人の凡人じゃないことに憧れるっていう人とこの恋愛っていうそのシステム、この例が合わさったことによって凡人普通の人を書いた話でありながら、まあ結構まあエンタメ、今の目から見たら陳腐に見えるかもしれないですけども、まあ結構エンタメとして仕上がっている、そういった小説を書き上げた、まあそれがフロベールのまあすごかったところなんですね。なるほど。でですね、まあ、そのボバリー夫人はだからそのエンタメとしても優れているので、結構 それこそさっき言ってもらった通り漫画とかのでもテクニックとして凡人に天才に憧れる凡人っていうシステムがですね、結構いろんな漫画でまあ見出すことができるだろうと、はいはい、そうですね、スポーツ漫画とかって大抵一つはまあそういったものが取り入れられてて、まあ、ちょっと前 そのジャンプ漫画だと、まあ、10年ぐらい前のアイシールド21だとか あれって結構凡人が天才に憧れて、天才は天才で努力してて凡人だから追いつけないけれども、まあ、一工夫とかで一泡吹かせようとする、うん、まあ、そんな感じ の話だったりだとか、そうですね、アイシールド21の、主人公がそうであるというよりサブキャラがそうですね、サブキャラクターがそうですね、はいはい、みたいなんだとか、うん、まあ、あるいはもうジャンプ漫画でいうと光の子とかもそんな感じですかね。結構光の子って読まれたことあります？光の子は全部読みましたね。あ、読みました、はい、でも言ったらその凡人がこう淘汰されていくというか、結構印象的だったのが、その光が囲碁を打つ話で、はい、まあその、光っていうその主人公が、はい、まあ、その背後霊みたいな才、藤原の才っていうやつが、ね、まあ、すごくこう幽霊だけども囲碁がめちゃくちゃ強くて、そいつに襲われながら成長していくっていう話。そうですね、平安時代の幽霊が取り付いたっていう話ですね。で最初はそれこそその光っていうのは、まあ、そもそも囲碁のルール知らんかった、うんうん、ただその藤原の才をからの話を聞いていって、そしてそのどんどん成長していく、でもう光は天才なわけなんですよ、うんうん、だってどんどんこう成長していって最終的にこう日本代表に選ばれるまでに成長する、うん、ただその過程で結構いろんな凡人を足げにしていって、その凡人はこう消えていくんですね。確かにそうだ。で途中でその、まあ、そいつのライバルで、名前なんだったかな、おかっぱの子の名前が出てこないですが、トウヤアキラが、まあ、同じく天才として立ちはだかるわけなんですが、トウヤアキラのこう所属している中学校ですねの中で、うん、その最初光が、まあ、惨敗する相手がいるんですが、うん、まあ、そいつが結構自分が、まあ、凡人みたいな、その、囲碁部の部長ですね、ほうほうほう、でそれは結構凡人のまま消えていく、特にあと何も言及されない、確かに思い出せない、天才とその才能、まあ、才能の限界みたいなのを描いてて、ただやっぱりそういうキャラクターを一人入れることによって、うんうん、ただただ天才が、まあ、その血で血を争うだけではなくて、うん、我々も共感できるみたいな話ですね、うん、そうですね。でもいろんな例挙げられて、例えば松本太陽のピンポンとかって読んだことある？ああ、ピンポンはまさしくそうですね。あれも結局天才の、まあ、それも主人公ですよね、主人公 そのペコが、うん、まあ、そしてスマイルっていう、まあ、友達でまた天才のやつがいるんですが、うん、まあ、そいつがこう凡人にある意味引導を渡すような話になってて、うん、まあ、ドラゴンっていうやつとか、うん、悪魔っていう、うん、その、まあ、凡人のこう極限までこう、うん、才能を磨き上げたけれども結局天才にはかなわない、
でも天才からこう引導を渡されることによって、うん、まあ、こう晴れやかにもうこう引退していったり、まあ、プロを目指すのを諦めたり、うん、まあ、そういったあのオチになってよく言うなんですけども、うん、はい、まあ、だからこのフロベール の, あの生み出したボバリー夫人、うん、まあ、このシステムが凡人っていうシステムが、うん、まあ、今も受け継がれている。ある意味凡人 の, こうあのエマ・ボバリーのまあ子供たちで創作の世界は溢れているというんじゃないかなと思います、ね、確かにそうですね。厚みが出ますもんね、作品、うん、やっぱりその共感ができるっていうのがポイントで、ただただ天才だけのバトル、まあ、そのジャンプのスポーツ漫画だったらテニスの王子様とか全然凡人とか興味ない感じで、まあ、それはそれで面白いんですけど、面白いですね、はい、やっぱりその凡人っていうのを一人入れることによって、そして才能の限界とか入れることによって、本当にこう共感できるような、なぜなら我々は凡人だからですね、そうですね、まあ、凡人だからこそ凡人に優しいキャラクターをまあ入れる、まあ、そういったことを生み出したのが、はい、まあ、エマ・ボバリーだったってことを押さえておきたいと思います。なるほど、フランスに起源があったんですね。19世紀の真ん中ら辺ですね、はいはい、でですね、まあ、そんな感じで凡人の話をしていきましたが、はい、まあ、もう一つオーバーキルをしていきたいと思います。オーバーキル、そう、凡人でもう刺しまくってましたが、まあ、もう一つこう、はい、刺していこうと思います、はい、でこれもフロベールから。フロベールって結構こうあの評価の分かれる作家で、うん、まあ、ボバリー夫人はほとんどの人がまあ褒めているであろうとなんですけれども、うんうん、結構遺作となった作品、うん、ブバールとペクシェっていう、あ、ペクシェっていうその作品があるんですけども、うん、あ、最後の作品ですね。あ、そうですね、遺作、はい、まあ、それを書いてる途中で亡くなってしまったんで、あ、まあ、厳密に言うと未完成、うんうん、まあ、第1部だけが仕上がってるけれども、ちょっと未完の部分があって、あの、完成してないっていう小説なんですけども、うんうん、これに対する評価がかなり賛否両論なんですね。で、まあ、もちろん未完成だから評価しようがないというのもあるんですが、うんうんうん、その一部のとか文学でやっぱり評価軸の一つになるのは、まあ、そのレトリックとか叙述のうまさ、文章力の高さみたいなのが当然評価されて叱るべきですよね、はい、うん、でそのフロベールの、ボバリー夫人とかその完成に4年半とかかかってて、とにかく一行一行をその完璧にするためにそれだけ時間をかけた。めっちゃ遂行したでしょうね。そうですね、だからある意味こうフロベールのそこがこう非凡だった部分で、そのやっぱりさっきのマクシム・デュカンで言ったら、うん、とにかく凡人だから養蚕出して名前を売りたがるんですね。だから結構分断とかで、むしろ、ね、うん、あのボバリー夫人でこうフロベールが現れるまでは、うん、そのマクシム・デュカンの方がある意味評価されてたわけ。だからもうたくさん量を出して評価されるよ、うん、そうです、たくさんあの出して名前を売ってこう、うん、その分断のサロンで名前を売ってのし上がろうとしてたら、うん、もう一発天才がドンと現れてもうそういった小細工が全て流されていくというのが、まあ、マクシム・デュカンの悲しいところなんですけれども、うん、はい、まあ、そんなわけでそのフロベールは結構遂行を重ねて、まあ、作り出していった、うんうん、にもかかわらずですね、この遺作となったブバールとペクシェっていうのはかなり変な作品で、うん、何をしてるかって言ったら、うん、凡人の思考のトレースをした作品なんです。つまりどういうことかって言ったら、うん、あのフロベールであればどんな美しい文章も書けるはずだったんです、はあはあ、ただそのブバールとペクシェっていうのは凡人がいかにも考えそうなこと、凡人がいかにも失敗しそうなことを完璧にトレースして、まあ、だからある意味才能の無駄遣いですよねみたいな感じでこう失敗談みたいな形で書いていったわけなんです。だからすごくこうポストモダン的というか、現代で見てもすごい新しい、すごい面白いことしてるけれども、そうですよね、やっぱりその周りの人から見たらもう賛否両論というか、非側の人から見たらもうフロベールがわけわからんことしだしたと、こんな評価できるわけないじゃないかっていうあの評価になってるんですね。だからものすごいあの才能も認められてるわけじゃないですか。そうですね、認められてる人がもうめっちゃ天才的な作品っていうのをあの出すんではなく、その天才的な技術をもってして凡人が書きそうなものをいかに真似するかみたいなことをやったってことですよね。でここでその冒頭の話を思い出してほしいんですけども、はい、凡人っていうのは凡人であることを否定したがる人だった。じゃあ凡人じゃなくなるためにはどうしたらいいかって言ったら、はい、凡人であることを認めるっていうあのわけわからなく見える話しましたけど、これ、はい、マクシム・デュカンとフロベールに当てはめたらどうですか。マクシム・デュカンはその凡人であることを否定しようとして新しいことに飛びついた、要は名前をあの売ろうとした、はい、一方でフロベールっていうのは凡人のトレースをしていったわけです。つまり自分が凡人であることを認めることによって、はい、凡人から程遠い境地に行ってしまったわけなんですね。人が理解できないレベルまで凡人のことを、ね、考え追い抜いたんですね。凡人であることをもう考えるがあまりにフロベールのこのボバリ夫人はもう満足できなくなったんですよ
やっぱりボバリ夫人っていうのは、まあ、エンタメ要素が残ってるわけなんです。そう、不倫とか入れてみたり、うんうんうん、まあ、ある意味キャッチーな話です。でも、もうそのブバールとペキシェっていうのは、もうそういうの一切なしです、うん。で、どんな話かって言ったら、これはですね、その二人の凡人が当然主人公になってくる。これがブバールとペキシェっていうんですけども、はい、この人は素人の、まあ、その在野で、そのいろんな物事を研究している人なんですね。うん、だから、その、結構その、馬があって、ブバールとペキシェが。それで2人で、まあ、共同研究、在野で、まあ、いろんなその学問に手を出すんですね。農学から始まり、科学であったり、まあ、文学、歴史学、神学。でもうまくいかない。なぜなら凡人だから。で、もっと言ったら、これ我々のゆる学徒のシステムなんですよね。我々も、まあ、言ったら、まあ、素人あるいはあの学者の卵的な、まだまだ、まあ、その当然成長の余地は残ってるでしょうけれども、うん、まあ、そういった凡人がですね、その研究をしようと今してるわけなんです。つまり我々はマクシム・デュカンであり、ブバールとペキシェなわけなんですね。というわけです。ブバールとペキシェなんですね。そうです。ブバールとペキシェ。もしかしたら、あの、私と視聴者の皆さんがブバールとペキシェかもしれないですね。なるほど。こうやって凡人として、もう素人で考える。ただ、でも素人のやっぱ限界抜き出すことができない。だからこそ、ブバールとペキシェは失敗で終わってしまう。学問がなかなか発展できない。みたいな感じになるわけなんですけど、これ我々にそう呼んでて、あ、刺さるなと思います。刺さりますね。で、まあ、ただこれ、はい、あの、安心してほしいのは別にそんな暗い話じゃなくて、ボバリー夫人はめっちゃ、まあ、悲劇な話なので、うん、正直呼んでて暗くなりますが、このボバリーペキシェはコメディです。コメディ。だから、まあ、面白おかしく、この素人2人が研究して、素人がいかにも失敗しそうなことをして、まあ、失敗で終わるみたいな、ちゃんちゃんみたいな感じで終わる、あ、なるほどね、まあ、ある感じのコメディなんで、やっぱり当時のその、うん、知識がないと理解できないので、うん、まあ、私もその理解したとは言い難いですし、うんうん、なんかこう後書きというか解説読んでて面白かったのが、うん、そのフロベールはやっぱり天才なので、はい、一章書くごとにめちゃくちゃこう専門書を読み込んで、あえて凡人がしそうな間違いをチョイスして抽出して書いてるんですよね。いろんな学問もね、かじるみたいな感じ。だからそもそもそのしっかりと農学を研究しようと、あの、研究の失敗談を書こうと思ったら農学に精通してないといけないわけです。そうですね。だからなんかこう笑い話として、そのうんうん、ブバールとペキシェっていうのは省ごとに専門家がいるらしいですね。すごい。だからその農学だったら農学に精通した研究者が研究した上で、この省はこういう話だと、でその文学はこの、あの話はこういう話だみたいな、こう中がやっぱりつけられるみたいな。なるほど。だから天才の境地に行ったフロベールが、うん、でもそれは凡人になりきることによって凡人からかけ離れてしまったんだっていう。確かに凡人には書けないもの書いてますもん ね、 その時点で。凡人、そう。だから凡人に一番書けないことって何かって言ったら、やっぱり凡人であることを俯瞰的に見ることだと思うんですよね。やっぱり凡人だから逆に天才を、あの、うん、こう見ることができるっていうのはあると思うんですけども、うん、意外と凡人っていうのはそれこそこう鏡を見ないと分かんないわけです。うん、ただ私たちはその自分自身を知るための鏡としてフローベールを使うことができる。このブバールとペキシェっていう鏡を見ることによって、うん、ああ俺は凡人だな、私凡人だなって分かって、はい、それでまあそのしょんぼりしたり、まあ、あるいは別に、あの、繰り返しますけど、その凡人を自分に捨てるように見えますけど、うん、凡人であることは全く罪ではない。罪ではないですね。だからもう凡人として受け入れて、自分は凡人だということをぜひですね、 SNS でツイートとかをしてもらいたいですね。そうですね。その凡人であることを見つめまくったら、だから 0.5 ぐらいフロベールになるかもしれないですね。そうですね。だからフロベールの天才になりたかったら、うん、やっぱり凡人であることを受け入れることから始めていきましょう。そうですね。はい。ここまでの話をまとめたいと思います。はい。今回も凡人ということを連呼してきました。そうですね。凡人っていうのは何かって言ったら、凡人であることを認めたがらない、否定したがる人が、うん、まあ、凡庸であるだろうと言いました。はい。で、そんなことを指摘した波佐見重彦は、まあ、凡庸な芸術家の肖像って話で、うんうん、そのマクシム・デュカンっていう一人の凡人を描き出しました。うん、で、一方で、マクシム・デュカンの友達であったフローベールは、まあ、その大天才であった。じゃあ、その天才が何に注目したかって言ったら、凡人に注目して、もう凡人の極み、凡人をトレースしたようなお話を書いたって話をしました。すごい、うん、で、まあ、ここでもうなんか結論というか、我々、凡人である我々に何ができるのかっていう話を考えていきたいと思います。何ができるのか。はい、凡人って、じゃあ、その、そもそも、まあ、凡人であることはいいことじゃないですか。あ、いいというか、その、別に悪くないじゃないですか。罪ではないし、誰も傷つけてはいない。どうしようもないじゃないですか。はい、罪って言われたら、その、うん、死ぬしかないじゃないですか。
だいぶ人してるな。じゃあ、まあ、凡人せめて愚かにはまあなりたくない、うん、そうですね。じゃあ愚かさっていうのは何かっていうことをフロベールが言ってくれてるわけなんです。おで、フロベールが何を言ったかって言ったら、愚かさとは結論を求めることであるって言ってるんですね。でこれって結構凡人第二の定義として結構あり得ると思う、うん、結構あの有効だと思うんですね、うんうんはい、凡人ほど結論を急ぐんですよ。だからそういう怪しげな情報とかに飛びついて、うん、あこれが結論だって思い込んでしまうわけです。あ刺さりまくる。で逆に言うとですね、答えをこう、はい、あのに対して慎重であればあるほど、うん、愚かさからはまあ遠ざかることができる。だから凡人である我々も、うん、その凡人であることは仕方ないですが、愚かさから距離を置くことはできるんです、うん、そしてそのヒントっていうのが何かっていうと、フローベールの言った結論を求めすぎない、求めない、ね。だからあの当然そんな凡人が出す結論なんて凡庸なんですよ。そうですね。でそんなあのいいことを言ってるように見えても、その時代が経ってしまえば消えてしまう、そんなその、うん、まあ陳腐でそのチープなものでしかないわけです、うん、まあ、だからその答えを出そうとしないことですね。あただ凡人にできることは何かと言ったら、問うことはできない、うんうん、クエスチョンはできますよ ね、 そ, うですね。そしてそのクエスチョンっていうのは、はい、凡人も天才も変わんないと思うんですよ。おだってその、まあ、もちろん答えを求められるかっていうのが才能の違いであり、まあ、天才と凡人の違いだと思うんですけども、うんうんうん、クエスチョンを、質問を考える、問いを求めようとするっていう、あ問いを考えて、うん、まあ、その世界に対してこれはなぜこうなんだろうっていう、だから学問の姿勢っていうのはある意味こう凡人でありながら愚かさから遠ざかることができる、そういった道だと思うんですね。学問にやっぱ終わりはないですから。確かにその究極な学問的な答えというのは、まあ、人間である限りは求められないだろうと、神様にならないと求められないと思います、うん、それは天才であっても凡人であってもフロベールであってもデュカンであっても一緒だと思うんです。だから我々にできることは答えを求めすぎないことですね。答えを求める姿勢はいいですが、それに飛びつかない、ただ問いは持ち続けておくことによって、うん、愚かさからは遠のくことができるんじゃないかっていうのが、まあ、そのフロベールであったり、うん、デュカンを読んだ結論ですね。なるほど。だから答えを求める旅路を諦めずに歩き続けなきゃいけないし、その答えが、まあ、あれが答えだって飛びついてもそれはまあ大した答えではないっていうことですよね。そうですね。やっぱり答えを求めることによって人は愚かになるっていう逆説があるかもしれない。やっぱり知識をこう、うん、あの持っていて、まあ、その人は賢いと思われがちですけども、うん、実はそれは賢さとは関係ないと、そのスタンスですよね、思考のスタンスが、うん、もしそれがあの知識を持っていて蓄えていて、それが全て答えだと思っていて、うん、歩みを止めていたのならば、それは愚かと呼ばざるを得ないと思うんですね。歩み続けなければいけないですね。そうですね。だから、うん、歩みをやめてはいけないという結論、うん、まあ、これもなんか凡庸な歌詞のようですが、うん、そうですね、はい。まあ、我々の限界ということで、まあ、凡人でありながら愚かさから遠ざかっていきたいというのが、うん、まあ、結論になっていきますね。そうですね、はい、それではですね、はい、このぐらいで終わることにしましょうか。そうですね、はい、というわけで、はい、皆様もあの凡庸なコメントをお待ちください。いや、そうですね、もしくはあの自分は凡人ではないということを書き込むことによって自分の凡人さを証明していただければと思います。どっちにしても凡人だ。凡人だと認めても凡人になってしまうし、凡人じゃないってことを書いたところで凡人になってしまうという。あ、そうですね、フロベール並みに自分の凡人さ、あの凡庸さをあの探求して、それでコメントをするっていうのもありかもしれません、ね、だからやっぱり思考のスタンスによって愚かさから離れていくことにしましょう、うん、ということですね。そうですね、はい、というわけで終わりましょうか。はい、それではゆる文学ラジオ、これにてお開きにしたいと思います。はい、それでは高評価、チャンネル登録、コメント等、あの先ほど言ったようによろしくお願いいたします、はい、それではありがとうございました。ありがとうございました。